拍子抜けして座り込んだ私の後ろから大人たちの声が聞こえた。そこにいるのは誰だ？見えの義を荒らすとは。出てこい。私の腕が強く掴まれて乱暴に引き倒された。首筋に冷たい何かがピタリと当てられた。いや、助けて。私の助けを求める声を聞く者は一人たりともいなかった。様がお狐様を。お前のせいで村はめちゃくちゃだ。いや、許して。許せだと？ふざけるな。お前一人のせいで皆が呪いを被るんだぞ。仕方ない、この娘をお狐様にしよう。死なない程度に弱らせるんだ。みんなのおかげです。どれくらい長い間痛めつけられていたのか。痛みはやがて快楽に変わっていた。脳天を突き刺す快楽が私の思考を引きちぎっていった。でもその中で私は確かに見た。そうだったんだね。神様は君だったんだ。ごめんね。痛かったよね。ごめんね。ごめんね。時間をあの場所へ戻そう。もう一度君に会わなきゃ。